大丈夫です。どうも、ゾゾルです。ありがとうございます。さあ、新年一発目です。新年一発目です、ね、はい、今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、今日やっていくのは、新年一発目にふさわしい。あ、やっぱね、こう新年感欲しいですよ、それは、やっぱり。新年一発目に。はい。やっぱお正月といえば。お正月といえば来た。言えば。言えば。炎のガチビールセブン。聞いたことないですよ。お正月といえばやっぱね、まあ、そういうとこある。はい、はい、ありますね。お正月の炎の BO3 やっていきたい。最近、はい、あ、BO7。え、BO7？ 7。あ、そっち？そうです。あ、そういうことか。なるほど。まあ、あ、じゃあドッキリじゃないですね。3でもいいっすよ、ね。いや、わかんない。あ、BO3 からのドッキリかと思ってたんですけど、はい、あ、BO7？ やんないっす。あ、失礼しました。卒業しました。確かに。もう古いっすよね。古いっす。あの流れは古いですよ。じゃあ僕このラッドパイセンを起こしたこのデッキで、はい、わかんない、事前調査しとけばいい。マジかよ。お願いします。そんなデッキある？よろしくお願いします。いや、もう突き詰めてます。マジっすか、はい、怖いんだよ。よろしくお願いします。よろしく。いや、とりあえず、はい、あ、このデッキラッドパイセンボコそうと思って負けたデッキだ。じゃあいつも通りだ。いや違う違う、いや初め一本折ったんですけど最後大カウンターでやられたんです。アイスピで一本折るということは、いやもうすごいですよ、もうこのデッキは。わかんねえんだけど、勝ちます勝ちます。アイスピュッと、なんすかライパイセンこそ。いやいや、ナイトは基本でしょ。ナイトは基本か。何それ。迫撃ですね、ちょっと珍しく、はい、迫撃をちょっと練習。迫撃はちょっとダメじゃないですか。迫撃は、迫撃ダメなんですか。ダメじゃないですか。あ、禁止カード、禁止カードですよ、もちろん。なるほど。迫撃珍しいです、はいはいはい、出た、はい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 、出た、ね、でもこれはもう、はい、ロケットもうアチアチのね、アチアチのやっぱ新カードをいち早くやっぱ習得するっていうのはもう僕たちにとっても仕事みたいなもんですから。まあまあまあ間違いない。よいしょよいしょ、ロケホ、ああ無理か、やばい、こっち待って、ぬるいロイジャイ転がってきたな。いやいやいや、これなんかスケラの雰囲気がする。スケラの雰囲気がするぞ。全然違います。違います、全然違います。スケラの雰囲気、何も分かってない。え、本当に？何も分かってない。あ、出た、これ待って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 。よしよし、抜けろ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 。でもこれサーチャイン拾い戻ってきます。よしよしよし。やばい、ちょっと待って。ああ、なるほど、こういう感じか。え、でもデッキはスケラですよね。いやいや、違うんす。もちろんだから。あ、違う。違うっす。あ、失礼しました。何を？いや、なんかスケラな感じするなと思って。何を抜かしちょるんですか。失礼しました。こっから、いや、なんで？そういう墓石ですか。やっぱ墓石マスターなんで。墓石マスターですね、それは、はい。墓石検定持ってる。え、そんな墓石あるんですか。くぅ、はいはい。アイスイズいて、トルネあって、ベビドラあって、ナイタ、いや、やっぱスケラだと思いますけどね。違います。違いますか。失礼しました。いや、嫌ですね、これ。あ、出た出た出た、ちょっとやる、出た出た出た、何やろ、やれ、いいぞいいぞいいぞ、ロケをロケを終わるから、センキュー、あー、なるほどなるほど。これがその噂の強い雪ですね。なるほどなるほど。まだまだチャンスある、まだチャンスある。いや、トルネードは良くないと思いますけどね、僕は。ういさよならさよならすけど、いやー、これちょっとね、意表をつこうと思ったんですが、はい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 、つけずに終わっちゃいましたね。まあまあまあ、まあ、知ってるんだね、やっぱ。やっぱ、ご存知？ご存知？ご存知か。ご存知？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 ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど。いや、ちょっと待って。はいはいはい。はいはいはい、まあ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 。あれ？なんすか？いやいや、なんか、想像してたのと違うなと。あ、これちょっとドッキリじゃないですね、じゃあ。いや、違いますよ。失礼しました。何をおっしゃるか。じゃあ2試合目。はい。どうしようかな。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これで。OK です。スケラだったでしょ。はい。お願いします。いつでも。はい。さあ2試合目です。ででん。ほう、なるほどなるほど。こういう感じね。やっぱ初手から。初手からね。初手から理解していくスタイル。理解。やっぱ初手からね。始まることもあるんで、まあまあまあ確かに、あれどうせ動かないですね。ライキジョーンズ見立てによると新カードはどうなんですか。
新カードですか、はい、新カード結構強いと思います。あ、結構強い、はい、結構デメリットもはっきりしてますもんね。まあまあまあ、まあ、キング起動されちゃう。ただあいつさ、はい、あれなんですよ、ノックバック広すぎて呪文がめちゃくちゃ打ちにくいですよ。 かなり外してくれますもんね。そうなんですよ。はい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 、まあ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 悪くないですよ。はいはいはい、うん、迫撃珍しいですね先生。やっぱ海外プレイヤーとかめっちゃ使ってるんでちょっと憧れちゃうんですよ。やっぱりやっぱりこれは、いや、これは、あ、うまし、うまいと認めざるを得ない。あ、うまいと認めざるを得ない。これは認めない、認めない。これはちょっとドゼ選手うまいと認められてもおかしくないプレイをしております。はい、いや、いいですね、いいですね、すごくいいですね。なの、あれ全然今んとこイーブン以上勝ちうる。甘い、甘いですか。甘すぎる。ちょっと甘ライダー打って。甘ライダーですよさすがに。え、いやでもあれなんですよ、ババも迫撃もないっていうところで、あずます、よし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 。しかもこいつは無視していいんですよ。あー、嘘。 OK です、無視してください。くそ。嘘、アマライダーじゃないですか、さすがに。いや、これアマライダーですか。アマライダー、嘘でしょ。これだともう無限に行きますから。確かに無限続けますから。これは強い。いや、こいつマジね、無限に行くとき本当無限に行くんで気をつけた方がいい。いや、ちょっと待って、無限に働いてるマジあいつが。え、ちょっと待って、無限やん。無限っすもん、だから無限っすね。はい、 PPP おいしい。まあ、外しました。外しの外しのテクニックです。ああ、これはね、結果回るんかな。いやー、回るのかなこれ。これ、ね、回るのかな。よいしょ。はいはいはい、まあ、ライトですよね、と。ああ、分かってる分かってる。からの、うん、いけいけ、頼む頼む頼む勝ちたい、ここは勝ちたい。いや、ちょっとね、途中のロケ法を見くびってましたね。なるほどですね。ヒュー、いやー、出た。いやー、勝てんなー、ちょっと。なるほどね、オッケーオッケー、了解了解。これまた4連敗で終わるわ。まあまあまあ、4連敗で終わるのちょっと僕嫌なんすよね。いや、ちょっと待って、よし、ちゃんとマスターしてますね、新カード。いや、もちろん、やっぱプロたるもの、プロたるもの。どうしようかな、ちょっと難しいですね。エリゴレはどうなんですか。エリゴレは、あ、いや、エリゴレ 6% 減りましたもんね。あ、まあ、なんか若干早いなぐらいですよ、本当。あ、若干早いなぐらい。ワンチャン全然変わんない、ギリセーフ。はい、いやー、やっぱこいつ、よし、これでいい。あれ、早い。ちょ待ってください。あー、エリゴレ、そうですね、まあ、若年なんか変わったんかなって。なんか防衛には弱くなった感じですけど、はい、若干弱くなりましたね、はい、ただそんなに変わってないですよね、若年に関しては。別になんかゴレの後ろにいる分には、そうですね、うざいっていう。一回出始めると前と変わんないんで。はい、ザップ、うん、なんですか え、いや、なんか真面目なふりしてんなと思って。なんすか、え、なんすかそれは。はい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 、真面目なんですよ。あ、真面目ですか。こちら真面目なんですよ、ね、真面目で売ってるんですよ。真面目で売ってるは嘘でしょ。あ、ペッカー、そういうことしますか。このね、足のエフェクトが。確かに、これは嫌ですね。奉仕してんな。これ奉仕していきますよ。はい。ああ、はい、センキュー。はい、はい、センキュー。一発、もう一発？いやいやいや、はい、まあ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 。もう一発か。なるほどですね。いや、うまかったですね、今のは。まあまあですね。まあまあ。よいしょ。いや、でも、そこでエルイズ使っていいんですか？よいしょ。ああ、出た。出た、そういうやつ。はいはいはい、いやー、ここはもう完全無視します。完全無視ですか。はい、完全無視です。折れますよ。折
れますよ。完全無視過去ベビドラの。いや違う。ゴレツカにとってベビドラ受けはもう完全無視と同義。いやゴレツカいたるもの受けちゃならんの。いやーこれキングターン起動がちょっと厄介ちゃ厄介ですね。厄介か厄介じゃないかで言うと厄介。まあ確かに。まあただまあでも先におられようがまあ一本折っちゃえば特に別に順番は関係ないかなというところで、あれなんかやってます？いや何もやってないですか？あれちょっとなんか今もうちょいエリクサ出てきてもよかったな。全然すよ。今のなんか覇気がなかったですよ、ね、今の防衛に。いや違う、防衛じゃないですか、ね、確かに。やっぱ攻めだと。こっちから攻めで打ってるんで。まあ間違いないですね。防衛がとか言われるとちょっとなんか。まあそれはそうかもしれないです。はいはいはい。これはでも勝てるんじゃないかなというところで。甘すぎる。え？やっぱりぬるま湯。ぬるま湯ですね。本当っすか？結構いい感じだと思いますけどね。ぬるま湯。いやーペッカがね、ペッカが強いね。いやまあ、悪くはないけど良くもない。意外とあいつが嫌っすね。さあここは、はい、ガンガン出してって逆サイ来ますよねと。そうなんです。あーやばいんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだわからん。いやー今の絶対来るって分かってたんだけど。やばい、うまいもんだって。先輩2020年もうまいっすね。まあまあやっぱ2020年ですからね。さすがにね。さすがに2020年ですからね。なんですか。今日なんか絶対なんかやってる気するんだけどな。いやガチ BO3 のトーンじゃないんですよ、マジで。ガチ BO7 っすもん。あ、まあ、7っす。いやガチの雰囲気じゃないんですよ、はい、いやなんすか。それは僕が弱いからか。わかりました。次分からせます。確かに。ガチの雰囲気。いやなんかやられてる気もするんだけどな。ラストで、はい、はい、3勝0敗ですよね、はい、OK です。ここから4連勝します。お願いします。さあ始まりました。いやー、うん、あれ待ちっすか。いやすか、それも言えないっす。父さん待ちっすかそれ。ーどうしようかな。はい。すぐそういうことするじゃないですか。よくない。僕ね、なんかね、うわーやべえ、それよくねえわ、マジで。僕ね、マジでよくない。この企画なんか分かった感じ。何？え？いや分かんないですよ。僕に予想言っていいですか？いやいや、ダメです。予想だけ言っていいですか？ダメ。全然ダメです。あ、ダメですか？OK。はい。なるほど。なんて4戦目にして私は気づいてしまったかもしれないですね。いやー俺でも、はい、あれっすよ。え、なんすか？2戦目で気づかれると思ってたっすか？どういうこと？あれ違うのかな。いや分かんない。ちょっと待って、分かんないけど、いやガチ BO7 って気づかれると思ってましたね。え、シバライトやってます？やってないです。僕の予想だと、はい、あ、いて、はいはいはい、あ、これ強いですね。はい、ライダルとかした。これは美味しい。確かに。バイーン。いやーちょっとあの姉ちゃんが悪さしとる。バイーン。悪さしとりますね。バイーン。うぜえ。ちょっと待って、なんでだろう。ありがとうございます。ちょっと待って、こいつ強いな。花火師ちょっと、花火師私が使うとそうでもないのに。まあ、そういうことですよね、やっぱり。そういうことっすね、つまりはね。まあこっからっす。本日の企画は、はい、書き初めするまでユニット出せませんロワイヤル。いや分かんない、僕の予想よ。予想なんで、全然違う可能性もあるんですけど、はい、書き初めしてんじゃないかなと僕は読んで、まあ、近いことはしました。今年の抱負書くまでユニット出せませんかなと今んとこね。ドズル見立てによると、はい、だから初手でちょっと仕掛けていきました。そういうことか。いや、なんかしてんなって思って。何もしてないですね。何もしてない、はい、確かに。失礼しました。それはあんましないですからね。いやー、これはあれ花火師がちょっと厄介っていうのと、花火打ち上がっちゃってます。いや打ち上がってますね。いやー、なんでだろう。
だってバトルヒーラーとエリゴレが、あ、6% 減ってんなこれ。6% 減ってたな今。減ってんなこれ。減ってんな。いやーちょっと惨敗だな、ね、惨敗だな本当に。あれわかんないですか？え？わかんないかな。よく考えてください。いや、あ、いや、そんなじゃ2020年のつづるさん、さては、はい、鈍い。嘘でしょ、鈍ってますよ。大丈夫、違和感があったのは、はい、まず所定ユニット出さずにすげえ手動かしてたんですよ。なんかやってんなって思ったのが一つと、 あともう一つは絶対に守れるところで守らなかったんですよ。だからエリクサをかなり無駄にしてなんかやってんなとは思ったんですけど、はいはいはい、気づかれないってことはシュバライトニングしかないけど、ちなみに違います、シュバライトニング。シュバじゃない、はい、じゃあもう書き初めですよ。書き初めも違って、それで言うとそれで言うと、はい、確かにその最初に動かない時に書いてたんですけど、はい、もう趣味、あれ違うんすね。もう視聴者プレゼント、マジか、はい、じゃあなんだ、ちょっと待って、シンキングタイム30秒ください。はいはいはい、デッキに別にライトが全部入ってるわけでもなく、はい、出たくそーえ、マジで気づかないもんくそーやられた。いや、気づかん、マジで、マジ気づかんすか。ああ、もっと気づけばよかった。いや、俺絶対2試合目絶対気づくんでしょ。2試合目絶対気づくんでしょ。2試合目でなんだこのデッキは。確かにいけなさすぎやろ。2試合目絶対気づくべきでしょ。なぜ気づかんやったし、なんならサクッと負けたし、なんで気づかんの。いや、マジか、俺秒でバレると思ったんですよ。秒でバレますよ、はい、あーとか言ったからやべって思ったんですよ。いやー、これちょっと恥ずかしいわ。これちょっとボツにしましょう。やだって。なんでですか。はずい、はずい。これ気づかんのはずい。めっちゃ美味しいっすもん、俺。いやー、マジか。ちょっと待って。乾燥させてしまった。乾燥しました。うわー、マジかよ。本当に。本当だ。うわー、これね、マジで気づかなかったっす。僕もその試合にマジで、勝とうみたいな。すげえまっすぐだったわ。うわー。いや、履歴見たら秒でわかりますね。秒でわかりますね。はい、うわー、やられた。はい。はい。ということでですね、今日の、ね、企画は、勝つためにドズルさんのデッキをパクっても勝てる説でした。これね、面白いし、気づかんなアホやな、マジで嫌。マジで、あ、もうこれちょっともう本当恥ずかしい。ということで、お蔵入り、はい、大事にね、はい、大事に取っておきます。お願いします。ということで、今日はね、まあ、新年初、これちょっと舐められたな。舐められました、皆さん。まあ、最近ちょっとやられがちだったんで、ね、確かに、はい、分からせられました。分からせに。ありがとうございます。はい、ということで、今日は、ね、またドズさんチャンネルでもね、はい、コラボ取るんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。ということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。バイバイ。